皆さん、ハロこんにニちチュは。ア。せーの、おおややつつララボボでです。す。待ち時間長いなぁ。あら。ということで、今日はおうちでディズニーをやってきまーす。今回は信じられないくらいの量。そんなに多いって思わなくない？別に。油を入れまーす。ちょっと多めに入れた方が、うんうん、綺麗に膨らむらしいんで。これ食欲そそっちゃってる、これ。なんかポップコーンしてる。できたって。この可愛い形してるでしょ、これ。おいしい。マッシュルーム型。あ、いい匂い。バターとか混ざったら、え？何分？何秒？すいません。え？溶けるまで？へー。混ぜる時のコツは？優しく。優しく。チンしましょう。うん。2分お願いします。2分。こんなもん、うん、あれ三角になるんだよね。違ったっけ。そやつやりすぎ。三角になったら、うん、シュークリーム作ってください。あー、そっか。味噌くらい。わかりやすい。口がつけて、うんうんうん、味噌って言われたら味噌にしか見えなくなって、うん、見えない見えない。白味噌を、うん、なぜか絞り袋の中に入れている。甘くなってきてる。サービス精神。もうか。え、どうやったらできんの？お。何これ。やりました。手を短くされて。何これ。ここで、こうやってないのか。はぁ。超うまい。なにこれ。ちょっとモザイクかけたい。右側ね。もしやそれは牛絞るように持つ。こうね、うん、それも超わかりやすい。ガイドの方に教えるときには牛を絞るようにって言えばいい。そう。足りない。プロじゃん。これ何だ。
何知恵のおからで。おぉ、こうならないと大変なことになるんで、赤すぎらしいです。条件ニュースでやってたら、いただきます。美味しい。ディズニーって感じだね。うん、そう。お、これディズニーあるっけ？調べて。へえ、ディズニー限定。へえ。飲んだことないけど、初めて知った。お皿が小さい。どうしよう。はみ出る。シナモンだね。やっぱりチュロスといえば。美味しい、美味しい。ふんわりだけど、どうも？サクサクで。意外と軽い感じで、うん、ペロッといけちゃう感じ。ねえ、もっと買ってきてよ。たくさんあるわよ。山盛りだからよ。今の気分は全部いけるわ。油どうした？処分しました。前にチュロスを作った時にさ、うん、油を再利用したでしょ。バターがたっぷりで美味しそうだから。え、そんなこと言ったっけ？うん。全然記憶にないな。フライドポテトをあげたんだよね、うん、そしたら油がモコ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 モイみたいになって珍獣が油まみれになるっていう事件。キッチン中が、それは大変だね。まあキッチンっていうかコンロだけど。ああ、そうですよね、うん、だいぶ持ったけど、うん、大変だって。油を温めるところまで良かったよね。入れたらね、やばかった、うん、なんかイメージは、うん、なんかパスタを茹でてた時に水がさ溢れそうになる時あるじゃん、うん、そのまま溢れたら大変なことになるじゃん、うんうんうん、それの油版みたいな感じで、なんかコンロの隙間という隙間に全部入って、うん、全部開けて掃除をしなければならなくなって、いやみんな多分さ、もったいないなと思うじゃん。いや思うよ。これがパター入ってて、それがあれでしょ、うん、溶け出してたのもこもこになっちゃうんでしょ。うん、多分そう。うん、やめた方がいいですね。うん、揚げたてよりも、うんうんうん、ちょっと冷えた方がいい気がする。揚げ物にはあんまりない現象じゃない、うん、天ぷらとかもそうだけどさ、うん、揚げたてが一番ピークで、うん、その後ピーって感じじゃないの、うん、そう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 、べちょっとするとかさ、うん、確かにこれは美味しい。もう空気みたいこれ、うん、本当に気になりますね。それキャラメルポップコーン。あー、どうなってますこれ。とりあえず上を食べないとね、うん、蓋が閉まんないの。絡んでるね。絡んでますわ。こっち側からだと食べづらいんで、取ってもらってもいいですか。もし余ったとしてもしまいます。多分ダメだと思うよ。ダメか。今日中にお食べください。まあですよね、うん、まあ、あれだね、今からちょっと行列してるところに行けばいいんじゃない。なるほど、これを食べながら待つってこと。今わかんないけど、東京駅の大丸の、うん、なんだっけ、キャラメルサンドだっけ、あれめちゃくちゃ並んでるよね、うん、まだ並んでんのかな。ニューヨークキャラメルサンド、うん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 、まあ、あれ1時間ぐらい並んで買った気がする昔、うん、これとかいいんじゃない。だってこれこうやっとけば、うん、かわいいお家を持ってるんだなって思われるから、ダメって言われないし、おう、一瞬パカッて、ありなのか。一番並んだのはやっぱディズニーじゃない今までで。うん、そうね。トイストーリーマニア、多分3時間待ちとかだった気がする前は、うん、一瞬で終わるのにさ3時間待ち、12時間くらいいるうちの3時間があれとかさ、やばいね。確かに4つしか乗れないよ。やばくない。やばい。どのアトラクションが一番好き。こうスプラッシュマウンテンっていうやつ以外。水かかんないやつ。水かかんなくても以外。タワーオブテラーでしょ。うん、乗ったことない。嘘。いや、めっちゃ怖い。いや、クラゲであれだから、あれのでかいやつな
か無理でしょ、うん、上下してふわってなるやつが嫌いなの、うん、ほぼ大人の人がみんな乗っててクラゲに、うん、みんなシーンっていう中一人だけうちしきき喜んでないよ。なんだっけクラゲの名前わかんないけど。ディズニーの人、うん、よしやっと楽しんでくれる人がいた絶対一日に何人喜ぶ大人の人がいるかというのをカウントしてるに違いない。でもなんだっけ落ちるやつのうちに、うん、あれはいいよセンターオブジアース、うん、あれもやだ、うん、ダメか。太もも痛いし太もも太ももが痛い。どういうこと？なんかバーで押さえるでしょ。ああ、うん、そういうこと。ちょっと前にディズニーに行って、あ、まあこれを買った時にね。まだうちの子供は身長が100何センチないと結構乗れないんだよね、うん、もう、うん。だからほとんど、なんかそういう絶叫系はもう全部無理で。だから、なんかコーヒーカップとか、うんうん、なんかそういうのしか乗れなくって、コーヒーカップ乗ったら、めちゃくちゃ楽しそうで、絵本か何かで遊園地が出てきた時にどれ乗りたいのって言ったら、うん、思いっきりジェットコースター指さしてたから、うん、ああいうのがきっと好きなんだと思う。これって知らなかったんだけどさ、うん、物によって値段違うんだねこれって、うん、ね。これ買ったじゃん、うん、可愛いと思って買ってこれがいくらだったかな、まあ、結構したんだ。うん、その後違うとこに行ったら500円以上安いケースが見つかって、うん、うっそーと思って。もうこれねもうすごいからね、もう電気もつくし。つきますよ 3,2,1,GO。 ほうそう、そうそうそう、これ電気がつくのよね、うんうんうん、なんかよくわかんないんだけどどっかに写真を入れる場所もあるでしょこれ、うん、USJ も行ってみたいんだよね。USJ の目玉の食べ物といえば何なの、うん、バタービール。おーハリーポッターのか、うん、友達と。いやもうあんなの待つの嫌だよね、うんだねーってなって、うん、ここに黄金のバンドを巻いて待たなくていいんだっけ。てっ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 て行くと、あこれ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 こっちじゃないなおい持ってないやつそこで待ってろこっちは。へーすごい。ああどうどう。お金を積めば、そうお金を積めば入れるってこと。ずる込みできる。すごい。まあでもそれでさあれだよね、存分に味わえるのであればいいんですかね。2万くらいした気がするね。高っ。いや USJ も行きたいね、うん、マリオンとことか行きたいんだよね。まだ全然ある、うん、ごちそうさまでした。何やってんの何やってんの。ピカーン。ただいまー。え？吐くんだ。